チョさんの動画で初めてかもしれない。そうね。アドレスは結構うるさいから、傾斜とか行ったりとか。なるほど。はい。行った時に、結構みんなこうボールの位置をバラバラ基本なんです。僕からの絶対です。そう。で、ここからまあ今日のボールの位置にはいなるんやけど、はい。皆さんこんにちは。テゲテゲゴルスチャンネルの桜井です。今日もよろしくお願いします。師匠。はい。ズバリボールの位置です。ボールの位置。 アマチュアの方は特にボールの位置がずれて、うんうん、アドレスが狂ってしまいミスを連発するイメージです。はい、そうそうだね。果たしてどこが正解なのかっていうテーマでー今日はレッスンよろしくお願いします。レッスンってさね、わかりました。<laughs> まずアドレス。はい。まあね、結構アマチュアの方ボールの位置がどこか悩んでる方結構多いよね。やっぱ。はい。うん、ラウンドとか見てるとそのあこのボールの位置だったらちょっとどっか行きそう。 っていうのも分かるじゃん、見とって。はいうん、でも、やっぱりね、そこの正解か不正解か、ちょっとね、ゴルフってやっぱ、いろんな幅があるんで、なるほどその絶対は言えないんですけど、はいうん、まあ、僕がちょっとこう考えてることというか、僕も実際、ずっときょういうことを試してやってきたので、はい、でそれをすると、非常になんかこう、分かりやすく、なんか、いつも同じところで立てるみたいな。結構そういうい 同じところに立てないっていう人が多くて、うん、はいはいはい任してくださいじゃあ、はい、今日はそのレッスンをいきたいと思いますよろしくお願いしますレッツレッスン僕結構推奨しているアドレスがあります推奨してるアドレスはいまずグリップしますねまあ僕大体左手から入るんです右手から入る人もいればまあ左手から入るんですけど左手から入る人もいます左手から入って僕はまあ結構正面で握るんですね なるほど。グリップ。そう。はい、で、ここであることをやるんですよあるこうする上から僕はそう、まあ、横から見ると、はい、グリップを左手握ってここで、はい、グリップを握るとでこの時ちょっとこう曲がっててもいいですあ、はは曲がって、はい。で上からビューッと垂らす<ー>剣道のこう面運を打つようなイメージ、はい。はい で、この時には、左腕右腕が突っ張っていいです。あ、突っ張って。いい。はい。はい、で、そのまんま、こう、下ろしていくって。で、ここで、こう、構えて。自分の距離感が。なるほど。そうで。打つっていう。わかりやすいですね。感じなんですよね。はい。で、僕が、まあ、いろんな動画で上げてると思うんですけど。左。脇。左脇。はい、はしっかり上から締めましょうって言うんです。こうやってなるほど。 できる限り肘の表側が正面を向く、はいはい、そこでグリップを手首から先を入れ替えて、はい、これちょっと柔軟性とかも必要なんで、まあ、みんなちょっと試してもらいたいんですけど,でなどこれが何でいいかというと、はい、上から締めます、はい、こういう感じでと胸の上に乗りますあ脇があはい、はい、手、脇の上胸の上 に乗るんですよ。これしたら、だちょっと閉まったようなイメで。ジ。そう、閉まったような。そう。でもやっぱこうみんな脇を締めましょうとか。ならうや。なんか挟んだりとか。そう、挟んだりした感じ。脇がこうずれないように。はい。で、結構勘違いしてみんな横からこう握る人が結構。ああ、いますいます。こうやって。でも横からくっついててくっついてるだけで、これは脇が結構こう外れて来てしまう。はい。 僕みたいに上からこうすれば脇がこうここが視点になってヘッドタウンもできるし、まあ、クラブを仕事させることもできますと。っていうのがまあ僕結構推奨してます。はい、そうで、まあ、これねみんなやってみたら分かるこう上からピューってきてで脇をこう挟めた脇の上に行ったまんまこうやって体揺らすよこうやって。 こう揺らしてみたら、はい、このクラブのこう挙動と、はい、今の感じの挙動と、はい、これがじゃあさっき言った横から持ってこうやって下これ結構<ー>結構これもきつめちゃくちゃきつくて、はい、体同じぐらい揺らすけどこれ結構クラブがねこうぶれてしまう僕はよくそのレッスンで左腕はコントロールの腕っていうんですよで右手は飛距離を出す腕って言う、はい、結構 で僕はまずはこれが絶対なんですよ、はい、基本なんですか、ね、僕からの絶対ですそうで、はい、ここからまあ今日のボールの位置になるんやけど、はい、やっぱさこう分からんじゃんみんな近く立ったりそ,そ,それなんですよ遠く立てって言われたりこうやってそれなんです、はい、こうなんかもうちょっととか、はい、うんった時にまあみんな迷う、はい、でまあ一番いいのは そのいい時のアドレスの時のこう幅を測ったりとか結構プロゴルファー結構してるねなるほど意外とちょっとつま先とボールの距離そう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 でそれをこうあの悪い時にこう合わせたりそう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 ちょっと細かいけどそういうことをやっぱやってるプロもいると思うなるほどで僕は僕はですねこれですねビューっときます来ました来まです 来ました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 。行った,た,た,、はい、た時に、これ、はい、皆さんこうまあ僕はあんまこうこういうとこ詳しくないんですけど、左腕のちょっとこう、はい、こうしたら出っ張ってるところわかります？あ出っ張ってます。ああります。自分にもあります。この辺。はい。まあみんな出っ張っすね。はい。こう腕ってこうやってなってるから。そうですね。この辺。まあこう出っ張ってるとこちょっと膨らんでる。そう。ありますね。<う>はい。僕はう上から。 ピューって下ろしてきてこの出っ張ってるとこがわんこぶこしこれが自分の中とわんこぶしで構える練習します、はい、ここがわんこぶしただここがさ、はい、こうみんなワングリップがわんこぶしとかそ,そこですよね。これね結構俺無理でなるほど、僕はここがわんこぶしですねで立つようにする なるほど、はい、ここが変わらなければ、はい、常にに確かに一定です、ね、そうですすねそうですあとはクラブの長さによって、はい、また次々が変わったり、はい、ここを一定にしとけば、まあ、前傾する人もいるしそしたら遠くなるし、はい、ハンドダウンになってこれが前傾を起きる人もここを変えずにいけば一緒ですねちょっとこう近づくけど、はい、ここは一緒。 なるほど。はい、で、まあだいたいこれがなんでワンコブシかというと、はい、みんなピーって倒して、はい、まあまっすぐ立ちます。はい、こうやって。で、こことワンコブシぐらい、はい、が結構ね、こう扱いやすい。あ、でもさっきの挙動が、そう。安定するってい、ね、うか、安定するというか、はい、なんかこうう腕が動きやすい。腕が動きやすいというか、はい、まあ結局じゃあこれがつまこうやって詰まってました。はい。 こして結構そう窮屈じゃんこれがじゃあ開きましたこのままでこう来てこの感じとたときにここのところこのままこうきたこれは次はんかこうもう遠心力が強くなりすぎて力んだり仮に今みたいにこう触れないでしょこうもう詰まっちゃう力感がやっぱ出てしまうと。 僕がずっとやっててゴルフやっててここかなっていうここの出っ張ってるとこにわんこぶし正直わんこぶしっていうだけでめちゃめちゃ分かりやすいそうあのねクチェックしやすいよねこうやってで構えてで打つあなるほどそうまあ僕はその感じですね次ドライバーにしましたドライバーにしました じゃあ、グリップ握って、で、正面で握ります。はい、で、上から、わ、左脇、特に、締めます。はい、このぐらいね。わんそうで、そのまま、自分の気持ちがいい前傾にします。はい、これで完成。なるほど、うん。で。打つっていうね。全然、ここがわんこぶしだけで。うん もう見た感じがいいですよね。そうそうてて、まあ、目安がやっぱりつきやすいっていうことねやっぱこう傾斜とか行ったりとか行った時に、はい、結構みんなこうボールの位置がバラバラ,バラバラになってるケースが多いだから結局その僕はこのね腕体と腕が離れすぎたり、はいはい、狭すぎたりしてる時っていうのはもうボールポジションも変わるし、はい、まずはこう 詰まるんで振るのに対してここが拳がじゃちょっとないない状態で振ると懐も全然できないです。ねうん、できないね。体も動かないです。ねそう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 。だらまあこうアプローチとかだったら近くでもあんま手使うなっていう人とかだったらいいかもね。なるほど。うんあのアプローチでアプローチですね。そう近くしてポンって。はい。うんとかだったらまあそのいいけどあんまりこう手使わないじゃんアプローチだったら。はい。うんショットとかだったら今みたいに。 まあ僕の中じゃこの出っ張ってるところがわんこぶし。ということはこれから練習場行ったときにチェックポイントとしてはクラブを上から下ろして左脇がちょっとしまったのでわんこぶしをちょっと手を入れてもらってそのまま前傾を取るということですか。らね肘裏じゃなくて 肘ですね。肘と手首の3分の1下ぐらいのところみんなここが出っ張ってるんですちょうど膨らんでるとこありますねそうそうそうそこが僕はちょうどいいかなって思いますねなるほどまあでもこれは結構みんな悩んでるとこかなボールの位置俺初めてやったんじゃないかなしさんの動画で初めてかもれないそうねアドレスは結構うるさいからあのね まあアドレス見てない方とかはちょっとこうねまあいろいろややってるから、はいうん、また見てもらえる他の動画で見てもらえるいいですけどボールの位置はめちゃくちゃ大事。距離感ですよね。そう今日ラウンドされた方もパッて見たときに、はい、ああちょっと左あるなまあでも実際もうラウンド中やから、はい、まあまあとりあえずそれで打たせて、うん、でまあカメラ撮るんでいつもね、はい、あ左でその時のミスをまず、はい どんなミスになるかとかどういうスイングになるかっていうのをまず取って、はい、でやっぱその結果やっ,ぱやっぱ届かなかったですよねみたいな<ー>、うん、でもやっぱそのスイングスイングと思っちゃってるからどっちも、まあ、そっちに考えがちなんです、ね、そうですそうです考えがちなんで、はい、その本当はまあ僕らからしたらアドレスが一番大事とそうですそうですそうですそこをやっぱ今日の動画見てもらって試す と思う、多分。<laughs> これは試さないといけないと思います。うん、そう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 。ですので。いや、素晴らしい、ね。そこでボールの位置をね、これ、はい、クラブの長さによってとか、前傾で。はい、うん。で、変えればいいだけだから。なるほど。はい。どうですか。ああ、すごい。師匠、これは。はい。僕も。使わせていただきます、はいうんわ。悪い時、悪くなったらね。はい、うん。まあ、それで。最初言ったように、冒頭で言ったように、はい、まあ、不正解、不正解とか。 正解なのか、不正解なのか、で、まあ、その人それぞれあるんで。まず、まあ、試してみて、良ければ、やっぱ、ね、視聴者の皆さんも。使ってもらえれば。いいし、このやり方を。なるほど。はい。そうですはい。や、ぜひ。試していただきたいです。や、ぜひ、試していただきたいですね。はい。はい。今日、先輩いないですけどね。先輩いないですね。先輩、今日、ご飯に行ってるみたいです。はい。今。そうですね。十時。十時ぐらいですね。はい。 食べ終わるでですねそうですねねそう呼び戻すか酒飲んでるかもしれんけど <laughs>、はい、<laughs> まあということで、えー、ボールの位置はまずアドレスの意味があって、はい、まあ僕なりの言い方ですけどね、はい、アドレスがあってハンコあここ出っ張ってるところがワンコこ節、はい、でブシまずこう距離感を探って、はい、打ってみてくださいなるほど分かりました、はい、じゃあ今日も 何分かわかんないけど、長い間ありがとうございます。ありがとうございます。ぜひ、あの動画がいいと思った方はいいね。まあ、アンチコメントも最近ね、結構増えてきてる。アンチというか、やっぱこれ合わないよって、アンチというか、合わないよだね。こんな教え方ないよっていう方もいるんですけど。うん。まあ、すごい。ちゃんと答えてるんで。確かに。いろんな言い方で。はい、ぜひ。皆さん。チャンネル登録の方も。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。じゃ、あ健志郎、今日もありがとうございました。ありがとうございました。皆さん、試してください。さようなら。 ただー。